オーストラリアツカツクリは、キジメツカツクリ科に分類される小型のツカツクリ類で、ある。暗色の課金代の陸長であり、英名のオレンジ、フテッドスクラブファウルの、通り大々色のたくましい足を持ち、また、後頭には、先の尖った関羽がある。ニューギニア南部、ワラセアの多くの当初、オーストラリア北部に、ロクアーシュが生息する。本種は、森林一帯や低木地帯を利用し、 その分布域における多くの登場で繁殖している。オーストラリアのダーウィン郊外の公園などに多く見られ、そこでは人々からブッシュターキーと呼ばれている。オーストラリアツカツクリは種子や落ちた果実、陸生の無脊椎動物を採取する。他のツカツクリ類と同様に砂地、葉の腐葉土の他方解体積物など卵を介す役割を果たす。 有機物質の腐敗により生み出される熱を持つ大きな塚に巣を作る。高さ3から5メートル、直径12メートルにも達する塚の作成や補修は終年行われる。そこに年に1回、おおよそピンク白色で約952ミリメートルの卵5から12個を産む。全長約40センチメートル。上面は暗褐色で、頸部及び下面は脳性灰色。 口頭に短くて、先の尖った褐色の関羽があり、くちばしは、赤褐色。太い足及びとは大色。MR 紛りぶりいくつかの足は、例えば他人丸つかつくりのように、単一の種として扱われることがあるとともに、ある足が、他の種の足とみなされることもある。例えば本種の足、MR バーエンシスは、時に別種であるツカつりの一足とされる。一般に、 個体数は安定しているように見られ、種の保全状況は軽度懸念であると考えられる。ありがとうございます。